こんにちは、大地です。最近寒すぎますね。もう冬、マジで冬。ちょっと今日は前回にキャンプ用品の紹介とか、あとはどういうものを集めればいいかっていう紹介をさせてもらったんですけど、それに今日はプラスして実際にどんだけ簡単にキャンプ用品が組み立てれるかとか、あとはどういうものを選べばよりこう使いやすいかっていうのをちょっと今日この前撮影した時のキャンプ用品、これ使ってちょっと実際に組み立ててみようと思いますので、ちょっと今から順に組み立てていきます。でも本当にキャンプ用品ってめちゃくちゃ簡単に組み立てれて、しかもプラス軽いし、もうめちゃくちゃ実用的っていう、そこのメリットがめちゃくちゃあるんで、なんでまあ実際にちょっと組み立ててみます。いくぞ。まずこれ椅子ですね。椅子から椅子が、2種類あって、このちょっと小さめのコンパクトなやつとちょっと大きめなんですけど、これぐらいのやつなんで、これが結構前からあるような椅子のやつになってて、これは結構人気高いやつだと思うんですけど、コンパクトにできてプラスめちゃくちゃ座り心地がいいっていうものなんで、これとこれとりあえず2つ組み立てていきます。いきます。はい、完成。はい、1個完成、完成しました。なんと1秒、1秒で椅子が組み立てれます。これが僕めちゃくちゃお気に入りで、これに比べて組み立てるんはちょっと面倒にはなるんですけど、座り心地がめちゃくちゃ最高なんで、ちょっとこれをまず組み立てていきます。こういう感じですね。このが、この座る部分の布とこういう、あとこういう骨組みがあって、こう全部バラバラになってる感じですね。これをどんどん中にも入れていくだけっていう、で布とこの骨組みを合体させます。完成。これも簡単でしょ。でこういう感じになるんですよ。足と、で
高に。わあ、最高。じゃあ次行きましょうか。これがテントっすね。めちゃくちゃこんだけコンパクトだな。椅子と一緒ぐらいのサイズのあのものやのに、あのもう一人から二人ぐらい寝れるテントができるんで、ちょっと今からこれ組み立てます。これも安くて3000、4000ぐらいやったと思うっす。めちゃくちゃコンパクトに使えるやつで、うん、入ってるのがこの軸になる、テントの軸になるポール、ポールとこれが風強い時とかに地面に打てる釘みたいな、これ刺してると風が強い時とかそういう時とかはもうテントが飛ばずにちゃんと固定できるっていう、そういうものなんで、まあ、風強い時とかは僕も使うんですけど、日頃あんま使わないっす。こういうね、こういうやつなんで。とあとはこれが内側のテントになる部分で、でこれが外側の、例えば雨が降った時とかにこれをかぶせるとより強度が増すっていう、はい、そういうやつですね。じゃあ組み立てていきます。でこのポール、斜めにこことここ、斜めにこうクロスになる感じですね。はめていきます。これをここにこう入れていく感じですね。こういう感じ。もう一本もいきます。こういう感じでクロスに軸をしますね。でそこからこれめちゃくちゃ簡単なんですよ。ここにこれ端っこにこういうなんか鍵みたいななんかあるんですけど、こことこれをここに入れる感じです。こんな感じですね。もうほんまに5分ぐらいでできます。あとはパチッと止めると、こういう感じです。でこれが結構もう1人から2人ぐらいは寝れるやつですね。で夏とかやとこのメッシュのところで虫もカバーできるし、プラス風通しもめちゃくちゃいいんで、すごい快適に寝れます。暑くないっていう。でここにねマットを敷くと、これなんですけど、
ほらもう快適。ほら。これすごいわ、ほら。これすごいですね、これ。そんで、この前紹介し忘れてたんですけど、この枕が、これ枕なんですけど、これがめちゃくちゃいいっていう。これが、これあれですね。ロゴス様。あの有名なロゴス様のやつです。これ、めっちゃコンパクトで、折りたためるんですよ。だから持ち運びめっちゃ簡単で。片方こう膨らませるじゃないですか。そしたらこれをそうするとこっち側が膨らむんですよ。こっちに空気入れてこっち側膨らむんで押し込むと、で閉じる。ね、はいはいはい、枕完成。はい、最高。ほらもう快適すぎる。いいっすねー。